この緊張感は。いける。賞金首、許せぬ。行くか。二人とも今すぐ神ハウスに帰ってくれ。あいつの強さ思ってた以上みてえなんだ。新人潰しかもしれないぞ。37っておっさんじゃないのか。知らなかった。おめえのレベルはさらに上がったかもしんねえけどな。ジータはオラと戦う約束をしたんだ。邪魔すんなよ。とことんやりてえってことか。なんか俺がなりたかったヒーローと違う気が。悩みっていうか、マジっすか。ものすごく強いやつと戦ってるっつうのに、なんだかワクワクしてきやがった。
知らなかった。37っておっさんじゃないのか。新人潰しかもしれないぞ。俺がなりたかったヒーローと違う気が。お前には肉体があっても18歳までの記憶がない。俺には記憶はあっても肉体がない。教えてやりたい。俺にとって今のタダ万里が今のでも結構遠慮したつもりだったんだけど、あの時はまだはっきり答える自信がなかった。お前には肉体があっても18歳までの記憶がない。俺には記憶はあっても肉体がない。教えてやりたい。俺にとってこの出来事をきっかけにリンダへの気持ちは抑えようもなく強くなっていった。まだ俺はリンダとナナ先輩には話していない。うわー！でもどうしてずっと黙ってるんだ。高校の同級生だったことも入院してる時に会ったことも。お客さんだぞ。全力で行くぞ。自分の強さに自信がありすぎるんだ。そのせいで隙だらけなんだよ。半年以内ってことは明日かもしれないし今日かもしれないな。俺は趣味でヒーローをやってるものだが、一身上の都合によりお前らをぶっ潰すわ。おめえならあいつらのこと詳しいだろ。なんかいい方法はねえのか。たった一日で一年分の修行ができる部屋が神様んちの神殿にあんだ。とことんやりてえってことか。とりあえず行こうぜ。貴様の正体は何だ。おお、あっさりと。まあ、だからお前の体重も10倍になる。ここは小さな星だがすごい重力でな、お前の星より10倍ぐらいあるかな。おめえみてえに非常に徹するなんてどうやったってできねえ。ほらにゃ鼻くそをほじる力も。
あの時はまだはっきり答える自信がなかった。リンダへの気持ちは抑えようもなく強くなっていった。こんなに手応えはありそうな怪人は久しぶりだ。待て、その技だ。犯してはならぬ過ちもあるのだぞ。パスを約束された者などおらん。風を追え。心の内に宿る者が自分が何者であるか。ステージ。尻尾だ。こいつにも尻尾がある。Oh, unless he goes mastered. Oh, it's over. まいったな。もっと強いやつまでいるのか。うまく精神集中できるだろうか。ほらがそうだった。僕を怒ってくるからの。やつの尻尾を強く握れば。いい運動になるぞ。よし、わしについてくるんじゃぞ。ご心配ご無用じゃ。ちゃんと二人に運ばせますから。この箱を一つずつ持つんじゃ。牛乳配達をするぞ。お前が冷たいの。遊びに来いと言わにゃ今度だかいわ。悪には違いないが、昔のようなずる賢い粗暴さは失せているように感じる。が、超神水こそは本物の神の力が宿る水。よいな。敵は想像以上に強力な悪人たちだ。一瞬の油断も許されんぞ。では早速始めるかな。以前は宇宙も18あったんですよ。ほんのわずかでも禅王様のご機嫌を損ねれば。ご心配ご無用じゃ。ちゃんと二人に運ばせますから。1日で1年分の修行ができる部屋が。パワーもスピードも回復力もすげえぜ。確かにおめえのレベルはさらに上がったかもしんねえけどな。
その方法しかねえみてえだな。もっと強えやつまでいるのか。見えてきてるらしいな。ほら、おめえみてえに非常に徹するなんてどうやったってできねえ。でもオラだってもっと強くなったって思わねえか。確かにおめえのレベルはさらに上がったかもしんねえけどな。今度ばっかりはワクワクしねえよ。恐ろしくてよ、ガタガタしてら。おめえみてえに非常に徹するなんて。パワーもスピードも回復力もすげえぜ。そうはさせねえけど、二人が組むってとこまではいい考えだ。確かにおめえのレベルはさらに上がったかもしんねえけどな。不思議だ、ものすごく強いやつと戦ってるつもり。なんだかワクワクしてきやがった。たった一日で一年分の修行ができる部屋が。そう言うな、修行にいい場所を知ってんだ。強いけど、オラたちの勝ちだ。と修行積んでこいよ。もしかしたらフリーザがいるかもしれないけど、シェンロンを呼び出す合言葉を最長老様に聞かないとどうしようもないからな。確かにおめえのレベルはさらに上がったかもしんねえけどな。でもオラだってもっと強くなったって思わねえか。お前食べろよ、遠慮なんかするなって。
新人つぶしじゃなかったのか？数値とかデータで提出できると思うんだけど。俺、最長老様のところに行ってくる。なるべく気配を殺しながらな。すぐ近くなんだろ。あ、ここも開かないな。そのせいで隙だらけなんだよ。俺、その七先輩のバイトやるわ。どんな仕事でも茶道部の障害よりはマシなはずだ。うざいだろ、ゴークの束縛壁。あの、もしかして俺、余計なことをしましたか？事故のことをリンダ先輩に連絡して心配させちゃって。考えてもみろよ、こいつはもっとチビの頃からみんなと同じように戦っていたじゃねえか。野菜かなんか作ってあったじゃないか。ハンマーヘッドならあっちに行ったけど、全裸で。俺は桃源団の仲間じゃねえよ。確かにおめえのレベルはさらに上がったかもしんねえけどな。ものすごく強いやつらと戦うっちゅうのに、なんだかワクワクしてきやがった。オラたちも修行して待ってんかな。おめえはオラには勝てねえ。戦わなくてもわかる。おめえらも随分強いけど。俺は桃源団の仲間じゃねえよ。見事だ孫悟空。ものすごく強いやつらと戦うっちゅうのに。良いな。敵は想像以上に強力な悪人たちだ。一瞬の油断も許されんぞ。軽いだけではないぞ。素晴らしく丈夫な布で作ってある。少しぐらいの攻撃など跳ね返す。お尻の強さを持ったやつじゃ。しかも心は水晶よりも透き通っておる。あんな奴が下界におったとはのう。何度もくどく言うようじゃがな。おめえはよ、自分の強さに自信がありすぎるんだ。ほら、おめえみてえに非常に徹するなんてどうやったってできねえ。まあ、仕方ねえか。ベジータ、最後グーから人差し指を伸ばすんだぞ。一つだけでも手に入れておくのが先決だ。I would even say it's better than his, honestly. That's just a me opinion, though. But it looks like we're going to get a storyline here. I'm going to be very interested to see the storyline and see what goes on further, because also I want to get into voice acting. And I mean, if he has any characters, like, I understand his is in Japanese. I don't speak Japanese. I do, like, English. I mean, if you want to make like a random character and I can do that, I mean, I already have my character from Dragon Ball. He's kind of busted. He's kind of like Zeno Goku from Dragon Ball Heroes. But, yeah, dude, I don't know what else to say other than I'm just blown away by the animation and how much time you spent on it. I think it's like 4 months. 4 months, I think you did this on? I've been waiting for it. I forgot it was the 15th and I know it was going to drop on the 15th. I thought it was November 15th that was dropping. It was September. So it's September 15th, 2022. And honestly, what a great way to start my day. And then we got football later. It's Thursday night. So we got some Thursday night football later. I'm going to be posting some football. So we shall see how that goes. But anyway,
thank you all for watching. For anybody that did watch this reaction to it, I hope it doesn't get taken down. I really hope it doesn't. There's a lot of my shit gets taken down. YouTube fucks with me. Just in any way.